お待たせいたしました。16時の回のダイヤ運転が開始されます。ただいま相模貨物駅から貨物列車が運転を開始しております。前日の終電後、夜間帯を機関車が新型車両の搬入車両をつなぎまして伊東駅に向けて進んでおります。ただいま新型車両小田原駅を通過いたしました。まもなく根府川駅を通過し熱海駅2番線から伊東線へと入ります。この区間はまだ JR の運転士が運転をしております。模型の世界はまもなく1時を迎えます。4時30分までに作業を終わらせるためにただいま機関車の運転士が熱海駅まで列車を進めております。まもなく伊東駅2番線には臨時の回送列車が参ります。熱海駅お客様いらっしゃいませんが2番線から列車が発車をしております。伊東駅2番線に間もなく新型車両が到着をいたします。東駅2番線に新型車両をつないだ EF6 型機関車が到着しました。ここで、機関車を切り離しまして、ここからは伊豆急行線が担当いたします。機関車を切り離して一度伊豆急下田方に引き上げ、3番線を使って機関車は再び相模貨物駅に戻って行きます。はい、それでは下り本線から何番へどうぞ。伊豆急行線側を担当する牽引車の8000系の車両がただいま川名駅のホームまで、来ております。進路が空きますと川名駅から伊豆高原に向けて、失礼いたしました、伊東駅に向けて運転が進んでいきます。模型の世界、朝の3時を迎えました。始発列車の運転まであと1時間30分です。伊豆急行線内からやってきた8000系の車両が伊東駅で新型車両を接続します。やばいやばい、ここまで無事に新型車両は、伊豆急の牽引車につながれました。これから伊豆高原に向けて新型車両が、牽引されていきます。JR の機関車は、小田原駅を通過し相模貨物駅へ戻っていきます。模型の世界、まもなく午前4時を迎えます。新型車両が川名駅を通過いたしまして伊豆高原の駅へと入ってまいります。大変お待たせいたしました。営業列車まもなく運転を開始いたします。4時30分東京駅9番線から始発の普通沼津行きが発車をいたします。また熱海駅にはサンライズ号が到着をいたします。お待たせいたしました。東京駅9番線から普通沼津行き発車をいたします。9番線ドアが閉まります。ご注意ください。深夜帯走行してきた伊豆急の新型車両が伊豆高原の検車区に無事に収まったようです。伊豆急行線内は5時25分に始発が走り始めます。無事に間に合ったようです。搬入作業お疲れ様でした。小田原駅サンライズ瀬戸出雲号が通過をいたします。貨物線経由、同じように貨物線を通りまして東京駅へ向かいます。